はい。こんにちは。なーザカオです。えっ、ー、と、ソニーさんの決算っていうのがね、まあ発表されました。まあ3月期の第1四半期決算発表ということで、で、これによってですね、分かったことがまあいくつかあるので、そこを追っかけつつの、ちょっと俺の思うところをお話ししていこうと思ってます。まあソニーさんなのでね、 言わずもがらでエクスペリアの話に行こうと思うんですけども、まずそのモバイル事業に関しては、えー、今回110億円の営業黒字ということになりました。おめでとうございます。ひとまずはおめでとうございます。うん、これは良かったね。まあ あの、黒字化っていうのは数年前からできていて、そこは引き続きっていうことなんだと思います。で、ここに関してはですね、オペレーションを含んだですね、コストカットっていうところは影響はされているということなんですね。で、まあ、黒字は黒字でいいんですよ。まあ、株主も納得させられるでしょうし、ソニーとしてはいいニュースかなっていうふうには思うんですが、ただやっぱり、あのー、ソニーのファンとして思うところとしては、 やっぱりこのモバイル事業はどげんかせんとあかんということなんでしょうね。実際問題、販売台数なんかに目を向けても、前年比で言うと、まあ10%以上の、えっ、ー、と、落ち。10%以上落ちてるということですよ。前年比で言うと、この第一四半期で言えば、90万台売れていたところが、えー、今年は80万台というところでした。うん。 まあ、厳しいよね。売れてないんですよね、だからね。で、この売れてないっていうのは、いろんな理由があると思いますよ。まあ、それこそその、デバイスとしての魅力もそうですし、あとはやっぱりその、プロモーションだと思いますし、うーん、ちょっとうまく、 うまいことを言ってないよねっていうふうには思いますね。で、ね、まあ、多くの方がですね、もう見限ってますっていうコメントもするんだとは思うんですけども、ん、なかなかね、で、これの内訳っていうのも結構もう出ていて、言っちゃなんですけど、この、ほぼ日本なんですよね、<laughs> 売れてるのが。 2位がアメリカだったかな。でも2位のアメリカでもだいぶ差をつけて、ほぼ日本なんですよ。まあこれあの金額ベースでしか出てないですけど、台数っていうことで、この80万台の台数っていうわけじゃなくて、この80万台からなる売上金の割合っていうのが出てるんですけど、まあほぼ日本ですね。 まあでもこれもなかなか面白くて、まあ日本だろうなっていうふうには思うんですけど、これもすごい現実を突きつけられるというか、かその要は日本って人口で言ったら1億3000万人ぐらいですよね。今って。んで、2位がアメリカですけど、このだいぶ差をつけて2位なんですよね。アメリカは3億ちょいですか <laughs> で、さらにヨーロッパの方とかっていうのが3位とか4位ぐらい続いてきたと思うんですけど、3億、7億のところでここまでの成績になってて、さらに1億3000万でここまで持ってきてる。これがなかなかね。いや、厳しいですね。あの、日本国内に目を向けると、まあ、それぞれのメディアなんかがですね、やっぱりその、 要はソニーモバイルからある程度広告費を受け取って宣伝している部分もあって PR ということで大手メディアなんかで持ち上げたりしてますここは素晴らしくなったとかあそこはいいとかっていうのはありますよねそういうところは多く目にしている方々多いと思うんですけど、えー、まあ海外に目を向けると,、えー、ともちろんそうやってポジティブに書いている記事もあるんですけどしっかりとネガティブなところを言っている記事もあったりはするんですよね。 やっぱりそういったところをやっぱりしっかりと見て次のものに関してこの改善とかっていうのをしていかないといけないんだと思うんですね。ねまあ実際問題そのプロモーションとかでもそうですけどなんかわけのわかんない CM を未だに作り続けていたりとかあとはそのウェブサイトにおいてもすごく見にくいもの。まあ日本、日本のメーカー特有のですね説明がすごい細かいところまでやるのはいいんだけども パッと見たところで凄さがわからないっていうのをやっぱ未だに続けてる部分はやっぱまだありますというところがあります。それはもうそのウェブページだけじゃなくって、量販店に置いてあるパンフレットみたいなのもそうなんですよ。 ねで。あとはやっぱりデバイスとして一体何がすごいのか他のスマートフォンと比べて、まあ、特に iPhone だったり Galaxy ですよねと比べてここがここはエクスペリアはすごいんだっていうところがちょっと分かりにくいんですよね。分かりにくいところばっかをちょっと強調してるんですよ。だからここも厳しいよね。うん俺なんかやっぱ思うのはまああのそれぞれ えっと、例えばそのカメラが好きな人にとってはですね、このシネマプロ、そしてそれに今年は続いてフォトグラフィープロっていうのがあって、まあ先日フォトグラフィープロのまあアップデートとかもありましたけども、不具合の部分はとりあえず置いといたとして、できることの、なんていうんですかね、多様化というか、スマートフォンのカメラでここまでの設定ができて、こういった楽しみができるんだっていうのを、 がまあ、そのいろんなメディアでも伝えられているようなそれはポジティブなことなんだと思うんですよ。それは間違いなくポジティブなんだと思います。けどもそこからやっぱもう一歩行かなきゃいけないんだと俺は思っていてです、ね、今この良さがわかるのはカメラ好きな人たちだけなんだよね。言っちゃなんだけど。で CM でプロ プロが使うようなものがこれでできるんですって言われて買った人があ、要は、え、そんなにすごいものができるんだと思ってもし買った人がいたとしてもできないんですよ。プロに憧れてエクスペリ a を買ったとしてもシネマプロとかフォトグラフィープロを使ってもプロっぽいものはできないんですよ。なんでかっていうと どの設定がどういう風に影響を及ぼすかっていうのをいちいち試していかないとその人たちは分からないし、最初から知識がないんでね。なので、ここが一つやっぱ問題だと思います。うん。あのー、なあ一つどころじゃねえな。あのね、ここに関してやっぱ問題があって、まずちょっと順々にお話し,しますけど、一つが、プロの人たちが、 わかるようなものは確かにできましたと。ここまで細かなセッティングができますね。あここまでできるのは今までなかった。スマートフォンでなかった。すごいね。なりますが、じゃあその人たちが今まで一眼でめちゃめちゃ何十万もする。下手したらそのレンズを組めたら何百万もするような、この、セットを使っていた人、タックルを使っていた人が、エクスペリエンスでいくかというと、そんなことはないわけですよ。確実にないわけですよね。 エクスペリアで良くなりましたって、ないでしょないし、もう一つ、さっき言ったような素人の人たちが、その CM とか店員の説明を、影響を受けて、そんなにすごいものだったら使ってみたいと思って買いました。シネマプロ、フォトグラフィープロ立ち上げました。プロっぽい写真が撮れますかって言って撮れませんっていうことなんですよ。だって、カメラの知識がないからね。 憧れてただけで買ってるからねこの2点にものすごく問題があると思いますで特に問題あるのは校舎の方でだからここにもう一歩しなきゃいけないかった仕掛けっていうのがあるんだと思うんですよ要はそのまあ昔っからエクスペリアってあの自分たちのそのギャラリーアプリっていうのを作ってたんですけどもうこれいつからかなくなったのかな <laughs> うんだからこれをやんなきゃいけなかったんだろうなっていうふうには思います。要は、あの、自分たちが、そのユーザーが自分たちで撮った写真を見るギャラリーの中において、エクスペリアの能力を最大限使うと、あなたが撮った写真はこうなりますよっていう別バージョンを見れるような形のギャラリーがあるべきなんだと思うんですよ。で、これをするには写、 あのカメラの方でこういうセッティングをするとなりますよっていうそのプロに憧れた人が買ってその人たちを育てる要はカメラの楽しさを伝えるっていうのは本当はそういうことなんだと思うんだよねよくあの高い一眼買いましたっていう 経験をしたことある人いっぱいいると思うんですよ。俺もね、何回かその一案買ったことあるんで、あるんですよ。なんかその、お金貯めてさ、量販店行って、念願のカメラを買って、おしってなるんだけど、結局、なんか使ってても、なんか良さげな写真が撮れただけで終わるパターンがあるんだよね。だけど、 やっぱその同じ会社内だったりとか友人間の中でカメラを昔からやってる人と一緒に撮影しに行ったりとかしながら教えてもらうとそこから広がるでしょああこういう風にやったらいいのねとか教えてもらったことを試した時に今までの自分の写真とは全然違った写真が撮れたりとかっていうそれをエクスペリアから教えてもらうっていうのを 足すべきなんだと思うんですよ。その一つがやっぱ独自のギャラリーアプリなんだと思います。ギャラリーアプリみたいなものなんだと思います。はい。その人が撮った写真から、その、ソニーのアルゴリズムを使ってですね、こういったものがエクスペリアンをフル活用するとこうなりますよと。フォトグラフィープロの、まあその設定幅。 とかそういうものをね、最大限に駆使すると、こんだけいい写真になりますよっていうものを見せてくれる。で、それはこういう設定にしてますからねっていうのを教えてくれる。そこら辺がなきゃいけないんじゃないかなっていうふうには思いました。今回のエクスペリア1 Mark II、まあエクスペリアプロの方が俺は楽しみなんですが、1 Mark II で言うと、デザインなんかかなりかっこよくなりましたよね。 T スターマークなんかも来てそのなんだろうな説得力が増したしうーん、まあ、カメラはとつってたりとかっていうその嫌な部分ももちろんあるとは思うんですけどだけどやっぱそういった雰囲気作りっていうのはできているのでさらに中身のところにおいても作り込みを本当にしなきゃいけないんじゃないのっていう,ふうに思います。でこういういのは まあ以前から言ってるようにですね、ハイレゾを楽しめますとか、4K のディスプレイがあって、美しい没入感のある映像が楽しめますっていうふうにそれぞれ言ってるんですけど、それぞれに対して買った瞬間から楽しめるようなコンテンツをプリンスしとくべきなんじゃないのっていうところにもつながるところなんですよ。売りとして作った ね、売りとして押し出してるものをユーザーにしっかり体験させるっていうものまでできて、初めてこれを買ってよかったとか、今後も使っていこうっていう風になるんですよ。まあもちろんそのなんか格好から入って、かっこいいスマートフォンデニー満足ですっていう人もいるとは思いますけど、それはでもソニーのゴールじゃないですよね。このソニーが、 エクスペリア1もそうですし、ワンマーク2でもやろうとしていたことは、プロ仕様の機器にも劣らぬ能力をエクスペリアに継ぎ込んだので、どうぞ使ってみてくださいってことですよね。あなたもプロのようなコンテンツを楽しめるし、撮影できるしっていうことなんで、それができなきゃ意味ないんですよ。だから、 カメラだったらセッティングの幅がいろいろ広がっているカメラアプリを作りましたと。ね。その標準のカメラアプリだったらここまでしかできないけども、うちが作った独自アプリだったらここまでできますよと。それはでもカメラを知ってる人だったらいいんだけど、そもそもカメラを知ってる人は、もっとエクスペリアよりも高いタックルを用意して撮影に行くんですよ。だからここに対して、 ターゲットにしなきゃいけないのは憧れを持っている人たちをしっかり掴むっていうことですよね。だからその人たちが逃げないようにカメラを、カメラっていうものが楽しいんだと。撮影ってこんなに楽しいものなんだよ。っていうふうにするステップアップをできるようなものがこの中に入ってないとそこにはつながらないんですよ。映像を楽しむために買った人。 いちいちわざわざ改めてその 4K とかこのコンテン、あの、エクスペアに最適化された動画をいちいち買ってきて楽しむんだったらもう面倒くさくてやってられないですよ。サイトへの登録、クレジットカードの登録のいろいろやってからアカウント作ってやんなきゃいけないし。じゃあ最初にソニーピクチャーズがあるんですからグループ会社としてね。最新の映画の 4K。 ハイレゾ音源対応みたいなものが入ってるとか。ね。それはその今言ったハイレゾ音源もそうですし、ハイレゾの音。ね。ウォークマンのソニーが作ったエクスペリアだから音いいんでしょと。じゃあそれがもう買った瞬間に楽しめる。そういうのをそれぞれ用意しておかないと、買った人が 本当にこのソニーの考えたゴールに達するってことにはならないんじゃないかなっていうふうには思いますあのー、これができるのはでもソニーだからなんだと思うんだけどね本当だとねだからそこまでちょっとやってほしいなっていうふうには思いますよどうせ赤字を、まあ、今回は黒字ですけど要はデバイスで儲けてるっていうよりはコストカットでねどうにか黒字に持ってってるだけなんで この部分にやっぱりお金をかけるべきじゃないかなっていうふうには個人的には思います。はい。ということでちょっとその決算のお話から今のそのソニーのエクスペリアに対するお話までちょっと多岐にわたりましたけどもいかがでしょうかはい。俺はこういうふうに思いますよ。うん。いかんせんちょっとわかりにくいプロモーション。まあ、もしくはそこに、そのプロモーションとしてはやっぱり プロに憧れる人たちに買ってもらうようなものになってるので、じゃあその人たちが来た時にしっかり楽しめるものになってるのか。俺が見たところではなってないよっていうところです。うん。あの、大手メディアとかでは、ここまで設定できて、こういったとこ、こういったシチュエーションにもしっかり対応できますとか、レビュー記事とか出てますけど、やっぱりそれはカメラを知ってる人たちだからできてるので、 憧れて買った人はできないですから、しっかりとそこが、こういう風にやると、ここまで良くなりますよっていうのが分かるような、ギャラリーアプリなのか分かんないけど、そういったコンテンツがしっかり入ってることが、エクスペリアの能力を最大限楽しめるようになれる、ユーザーを育てるコンテンツ、まあ、しかもそれがなんか、わちゃわちゃそのめんどくさい感じで来るんじゃなくて、 もうこっちが前のめりになるような仕掛けがもたらされているようなものに仕上げて出す、そこまで行ってほしいなっていうふうに個人的には思います。はい。ということで、また見てな。バイバイ。